こんにちは。今日もドラクエ10オンラインのお話聞いてくれてありがとうございます。では続きを見てみましょう。鉄道で行かれる街を見て回り、恋ちゃんは最後にエルフの国のアズランへやってきました。賑やかな街ばっかりでしたけど、この街は今までとは少し違う風が吹いてますね。この木で作られた街灯も素敵ですね。何かいます。立派な角ですね。どこか故郷の雰囲気と似てますね。小川もあります。お魚いるかな。すぐそこが教会ですね。今までで一番気に入りました。ルーラストーン登録しましょう。いきなり勧誘されちゃいました。着いたばっかりなのに。いろいろ見て回りたいところですが、先立つものも必要だし、とりあえず報酬の額だけでも聞きに行ってみましょうか。まっすぐ行けばいいんですね。レオレッカは期待してくれる人には応えようと頑張る素直でまっすぐな性格のようですね。ここはアズランの宿屋さんですね。しばらくはここを拠点にすることに決めたコイちゃん。朝の身支度を済ませて、今日も一日頑張りましょう。この宿には温泉もあるんですよ。気持ちの良い朝です。修行と貯金も兼ねて魔物討伐に出かけます。この人が仕事を紹介してくれます。いろいろあるけど近場がいいですね。では行きましょう。近くにいると思います。赤スライムがいますね。どんぐりもいます。いました。
は強いですね。あと24匹も倒さないといけません。結構時間かかりそうですよ。よし、終わりました。では報告しに戻りましょう。大変でしたけど、報酬は悪くないんですよね。レベルも上がりました。お金もあるし、狩りの効率を上げたいので新装備買いましょう。正面のここが武器屋さんです。鉄の槍もいいですが、こっちの方が強いですね。かっこいいですね。そんなに高くなかったし、コスパいいですよ。防具も新調しましょう。はい、一式買いました。かっこいい。膝も守られてます。これで魔物をいっぱいやっつけますよ。まだ日が高いから今日はもうちょっと頑張ります。今日はリラックスモードです。お魚釣りに挑戦しましょう。何が釣れるかな。来た。ちっちゃい金魚でした。もう一回。ビッグサイズの金魚。ここは金魚以外もいるはずなんですけどね。まあこの辺にしておきましょう。今日は他にもやりたいことがあるんですよね。この先が住宅地になってるんです。ずっと宿屋暮らしというわけにもいかないので、マイホームを建てるための住宅地を見に行きましょう。
いい雰囲気ですね。家を建てるならお店が近い方が便利なんですよね。この地区で言うとここですね。2万ゴールド買える。でも他も見たいので慎重に行きましょう。ここは一つの候補として覚えておいて、隣の地区も見に行きましょう。最新の免震システムのお家もありますが、きっとあれは高いので今の所持金では無理ですね。まだ売れてない場所を探してみます。ここも買うとしたらお店が近い2番地ですね。同じ値段です。この世界では小さなお家でよければ簡単にマイホームを持てますね。もう一つの地区も見に行きましょう。ここは誰も住んでないから独り占めです。ここにお店があるから、この4番地ですね。もしくはこっちでもいいかもしれません。海。湖ですね。いいですね。すぐ釣りができます。もう気に入ったのでこの地区にしましょう。こっちの方がちょっと近いかな。買いました。管理人さんです。エルフ族の人ですね。はい、家用のルーラストーンくれました。次は建物が必要です。ここでもお魚釣れそうですね。隣の地区にお家が売ってます。ここです。土地は S サイズで契約したので建物は2階建てを買っちゃいましょう。家具はまた後で買いに来ます。
早速マイホーム用のルーラストーンを使いましょう。どうやって立てるんでしょう。あっという間に立ちました。かっこいいですね。夢のマイホームが簡単に手に入っちゃいました。中を見てみましょう。広さも十分ですね。2階もあるのが嬉しいです。寝室は上にしようかな。よし、早速家具を買いに行きましょう。マイホーム作り楽しいですね。というわけで、ここまでにしますね。今日もお話聞いてくださり、ありがとうございました。